いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。勉強をしていく中でご相談などございましたらお気軽にメールいただければと思います。もちろん無料です。この動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL または私のメールアドレス記載しておきますので、何かご相談ございましたらいつでもお気軽にメールいただければと思います。はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども、抵当権と債権譲渡の優劣、どちらが勝つかというところを今回解説いたします。で、抵当権については抵当権に基づく物情代位と考えていただければと思います。で、まあ、今回判例の内容なんですけれども、抵当権設定登記後に物情代位の対象となる債権が譲渡された場合、物情代位できるか、抵当権使って物情代位できるかというところを今回解説していきます。ちょっとここだけでは内容わからないと思いますので、今回具体例出します。 A さんが B さんにお金貸しました。で、 A さんからすると B さんからお金が返ってこない、返済されないと困るので、 B さん所有の建物に抵当権を設定しました。で、この設定期限はもう登記もしたと考えてください。で、その後 B さんはこの抵当不動産を C さんに賃貸しました、貸しました。で、貸すことによって B さんは賃料債権を持ちます。 B さんが貸主、 C さんが借り主ですよね。だから B さんはオーナーなので C さんから賃料をもらう権利があります。で、この賃料債権、この権利を D さんに譲渡しました。つまり債権を譲渡したという状況なんですね。なんでこの賃料債権はこっちに行くんですけれども、この場合抵当権を使ってこの賃料債権差し押さえできるかと、ここからお金回収できますかというのが今回の内容なんですね。で、2回ぐらい前かな、前回の動画もそうなんですけども、前々回の動画かな、でも物情代位のところでお伝えしたんですけれども、この人いない場合はもちろん抵当権の物情代位という性質を使ってこれ賃料債権差し押さえできるんだけれども、今回の問題っていうのはこれが債権譲渡してもう D さんのところに行っているという状況なんですよ。この場合でも A さんはこの抵当権を使って賃料債権差し押さえしてそこから回収できますかというのが今回の問題なんですね。で、結論から言うとこれ物情代位できます。つまりこの賃料債権、ここから回収することができるんですね。で、これなぜかというと、これちょっと考えていただきたいんですけども、A さんはこの抵当権の設定登記をした時点で、この賃料債権をもらう権利についてもう第三者に対する対抗要件備えてるわけですよ、抵当権の設定登記をした時点で。で、その後 B さんは D さんに債権譲渡しているわけですよね。で、もし D さんがその後対抗要件を備えたとしても、 A さんのこの抵当権の設定登記の方が早いわけですよね。つまりこっちが勝つっていう話なんですよ。D さん、債権譲渡の対抗要件っていうのは債権譲渡のところで勉強しますので、まあ、今は分からなくてもいいですけども、債権譲渡のところも勉強されたという方はここは分かっておかないとダメですね。で、 D さんの対抗要件ってどういった内容かというと、この賃料債権の債務者っていうのは C さんですよね。で、債権の譲り渡し人っていうのは B さんで、譲り受け人は D さんですよね。だから債権譲渡の関係で言ったら B、C、D が関係者なんですよ。で、 D さんが第三者に対して対抗要件を備えるためには、 B さんが C さんに対して確定日付による証書によって D さんに対して債権譲渡しましたよと通知すること、もしくは C さんが確定日付による証書で B さんもしくは D さんに対して債権譲渡承諾しましたよというふうに、まあ、承諾すること、まあ、どちらかなんですね。で、確定日付のある証書っていうのは、まあ、例えば内容証明郵便とかって考えていただければ大丈夫です。で、話を戻すと、今回対抗要件を備えた順番で言ったら、A さんが先にこれ抵当権の設定登記をして、で、その後 D さんが債権の譲渡を受けているというわけだから、D さんがもし対抗要件を備えたとしても、この抵当権の設定登記の後ですよね。これ必ず後になるんですよ。となってくると、もう抵当権の方が先に対抗要件備えているから抵当権が勝つんだと。つまり債権譲渡されたとしても物情代位できますよ、抵当権を使ってこの賃料債権こっちに行っていたとしても差し押さえできますよと、まあ、いう話です。
もちろんこの賃料が払われた後はこれ差し押さえできませんよ。これなくなっちゃうので、賃料債権自体がなくなるので、賃料が払われる前に差し押さえましょうと、まあ、言った内容です。で、今回のように理解をしながら学習したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。理解ができれば1回で合格できますんで、もし1回で合格したいっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。